はい、では最後のニュースです。こちら、ペコラマミー VTuber デビューということで、これエイプリルフールネタなんですけど、めちゃくちゃバズってて、しかもそのなんていうの、ペコラマミーのお姿がちゃんと動いててすごかったですね。なんかホロライブの中の初配信で1位、同節1位をもぎ取ったらしいです。すごかったですね、ペコラマミー。ペコラマミーお美しいですね。なんかうちも見たんだよ、ちょっと。でもなんかペコラマミーの配信ちょっと見たんだけど、なんかうちはペコラマミーになんかペコラがに石をくれた先輩って一回ね、ペコラの企画でね、1万円でペコラにプレゼントを買うとしたら何を買うかを検証みたいな企画があって、それでうちは石を買ったんですよ。アメトリンのラフカットのやつ、結構でかい、でかいって言ってもまあどれぐらいって言えばいいのかな、500円玉よりはでかいみたいなサイズ感のラフカットの石をプレゼントしたんだけど、なんかそれを部屋に飾っているらしく、それがペコラマミーの口から語られましたね。ペコちゃん以外にホロライブのメンバーは知ってますか？そうですね、いつも仲良くしていただいている3期生のみんな、マリンちゃん、フレアちゃん、ノエルちゃん、みんな今後も仲良くしてね。あとはムーナちゃんやキラちゃんも知ってます。時々配信も見てるけど、とってもいい子だね。ソラ先輩も知ってるんだよ。コロネ先輩も、ミオ先輩も知ってるの。ミオ先輩はよくペコちゃんが占ってもらってるよね。いただいた石も飾ってるのを見て聞いた時に、ペコちゃんがミオ先輩からいただいたんだよって教えてもらったの。とってもいいみんなに囲まれて、ペコちゃんは幸せだなってマミーはいつも思ってます。なんだろうね、やっぱペコラってちょっとミステリアスなとこあるというか、プライベートがわからないタイプだと思うから、なんかこういう風にがっつりプライベートな感じの話が聞けて面白かったです。はい